宝王寺茜、19歳、フリーター。低血圧だし早起きとか無理。いや、三人家族だと思ってくれって言われたんだよ。部屋ならたくさん空いてるから、うちに住んでいいよって言われ。あんたもいる？な、チョコだけどさ。っていうか、潰す店で禁煙なんて律儀だね、あんた。へえ。可愛い顔するじゃん。他の出番なんじゃないの？ん？作りなよ、ピラフ。選択肢なんかないよ。お金もないし。動け。確かに夜桜見ながら飲むのもいいね。こんなもの商品として出せるわけないじゃん。ガリ弁うんちくたれコーヒーまずい店のマスターさん、入れてくださいでしょ。だったら何？かわいいね、ハヤトは。ごめんごめん、ちゃんと教えるよ。確かにウェイトレスがコーヒー入れてるカフェなんて。そう？ありがとう。あっつ、アイスコーヒーにすればよかった。あの子わかりやすいから。あんた得意じゃん、そういうの。かわいいかわいいって言っとけばいいよ。私は言われ慣れてるしね。コーヒー入れるのはそこそこ上手くなったよ、ハヤト。ここつけなくてもお店が始まってからでいい。なるほど、それでどこか危機感がなかったわけか。うん、気をつける。じゃあなんでずっと顔引きつってんの？で、新メニューはできたの？だってハヤトが奇襲攻撃だとか新兵器だとか楽しそうに痛いこと言ってる。ごめん、夕飯は家族で食べる約束だから。何の買い出し、付き合えよ。アミが餓死するかもしれないぞ。ちょっ、ライブ見たの？あれはちょっと調子が悪かっただけ。お前結構熱いこと考えて生きてたんだな。火事聞いてびっくりしたよ。もうやだ、死にたい。うるさい、話しかけんな。やだよ、なんか授業参観みたいで恥ずかしいじゃん。そんな大したもんじゃないよ。何をやったって意味なんてない。それは私が一番よくわかってるから。そう、それならよかったよ。あのさ、全然関係ない話していい？私は別にありだけど。なんちゃって。揉むならもっと優しく揉みなよ。アミだって女の子なんだから。店を再開してからほぼ毎日やってるじゃん。あんたにも世話になったね。最後だし、おっぱい揉んどく？その代わり優しくしてね。冗談だよ。照れる。そんなに魅力ないかな、私。これでも結構男性ファンいたんだけど。デートだなんて言うから何かと思えば、ただの引き。やっぱり興味ないか。所詮家族ごっこだもんね、あんたにとっては。いるでしょ、会ったこともないのに。せめて1年はやりたいことやらせてほしいって言ってバイトやバンド始めたけど、もういいでしょ、帰ってらっしゃいって母親から電話があってさ。ま、十分好き勝手やったし、それでもいいかなって思ったんだ。ここにいたい、帰りたくないよ。だからなんとかしてよ、ハヤト。ごめんなさい、ごめんなさい、お母様。こ、おい、
これが私の一年です。どうぞお召し上がりください。ハヤトのおかげでまたここにいられるようになったよ。自分の結婚相手は自分で見つけます。そんなんじゃありませんから。探したじゃん、ご飯だってさ。帰ろハヤト、心配しなくても一生入れてあげるよ。飯だ。ああそろそろ夏だしアイスコーヒーの方がいいよね。ハヤトが言ったんじゃない、一生私のコーヒーを飲みたいって。冗談だよ、みんなの分もあるからね。みんな落ち着いて。ただいま。新しいバンド名さ、ハヤトに言われた通りもじゃもじゃヒゲガールにしたから。釣ることが目的じゃないからな。そういう新曲考えてたんだ、夏っぽいの聞きたい？歌詞。ねえ歌詞後にしろ、今大物が。絶対いかがわしい店で働いてそうな、裏社会とつながってるに違いないヤバそうな子はいるし。じゃあコーヒーでも入れてあげるから店に来なよ。遅くまでお疲れ様。コーヒー入れてきたけど飲む？そっか、でも終わるとなると寂しいね。海の家もそれなりに楽しかったから。へえ、はい、頭いいんだね。じゃあ何でもわかるんだ。嘘ばっかり。あんたは敏感だよ、もう気づいてるんでしょ本当の気持ちに。じゃあ教えてあげようか。あれ、もしかしてこっちの方が興味あった？ねえハヤト、今夜は星が綺麗だね。明日は晴れるかな。ま、いっか。頭のいい人の言ってることはよくわかんない。そういえば今夜は月も綺麗だよ。おやすみ。とりあえず告白の返事は一旦保留ってことかな。もちろん男としてね。リホもそうでしょ。私ハヤトに好きって言っちゃったけど。いいじゃん、別にお客さんがいるわけじゃないし。それにリホはハヤトのこと何とも思ってないんでしょ。家族だって勝負は勝負、負けないからね。私もそのつもりだよ。 What the fuck?